最近の着たい洋服をねご紹介していきたいなと思います。今回コートをちょっと使ってみようかなと思ってまして、これもほんまプライベート用で買ったやつなんですけど、今月僕ロサンゼルス行くんですよ。はい、本日ですね最近の着たい洋服をねご紹介していきたいなと思います。よろしくお願いします。まずはですね、皆さん見ていただいたら分かる通り、スウェットパンツ履いてただロンティー着てるだけの寝巻きスタイルから外に出かけれるような洋服にバンバン着替えていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。まずはですね、最初はちょっとドレッシーな感じで一気に雰囲気ガラッと変えていきたいなと思いますね。まずは変えていきましょう。アイテムはですね、今回コートをちょっと使ってみようかなと思ってまして、これもほんまプライベート用で買ったやつなんですけど、このコートと以前ユニクロこれいいですよって言ってたおすすめをねガッチャンコ合わせてどんな感じになるか見てもらいたいなと思います。でパンツはね黒でいくんですけど、これ実はねもう何回かやってるんですよ。でよく嫁と僕のクリスマスデートとか、あと社長さんらと会食する時はこんな格好するんですけど、着替えましょう。とまあこんな感じで着替えてみました。いかがでしょうか。まあちょっとコートでね大人っぽい感じの雰囲気出るかなっていうことで、こういう形で着替えてみました。まあブラウンと、オレンジやから絶対色味は合うでしょうということで合わせてみたんですけど、このジャケットがですね、どこのジャケットか僕はよく分かってないんやけども、おそらくここに出てると思います。でこれが L サイズで着用してるんですけど、一応ウールで作られてて、確か買ったのがね2万とか3万ぐらいやったような気はします。でブラウンって僕パーソナルカラーで得意な色味なんで、でまあなおさらオレンジも合わせたら絶対合うでしょうということで、こんな感じで会食とか行っております。だからちょっと大阪で、まあ、新地北新地とかちょっとこじゃれた時行く時はこんな感じでね、ちょっとまあ綺麗な感じで来て、あれ高田さん今日はダウンじゃないんですねなんて言われながら、まあ、こうやってアクセサリーもつけながらねやっております。まあ、いつものダウンおじさんとはちょっと雰囲気が違う、ちょっと綺麗めコーデ、まあ、もしくはデートでも行けるようなスタイルっていうのがこれのようなスタイルになってます。もうちょっと寒くなったらマフラーもね巻いたりはするんですけど、まあもう時期的にはもうマフラー巻くことないかなと思うんですけど、今年暖冬やったから、まず一つ目っていうのがスウェットおじさんからこういう感じで変身してみました。で次がですねどんな感じなんかっていうと、まあ、次はいつも通りオーソドックスな感じに行きたいなと思うんですけども、それがですねダウンジャケットですね。まあ、とは言いながらもまだダウン着るからダウンこれ着ていくんですけど、これね一応去年買ったんですけど、すごいデメリット気づきました。だから買おうと思ってる人おらんかもしれんけども、まあ、これ着はる方はね気をつけてほしいなと思いますので、そんなデメリットも踏まえながら着替えていきたいなと思います。はい、とまあこんな感じになっております。いつも動画で見るスタイルでしょ。でこれ動画のスタイルやなと思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、普通にこれで街中とか歩いてるから全然視聴者さんに声とかかけてもらうんですね。あ、拓造じゃないですかみたいな感じで、拓造さんみたいな感じで声かけてもらって、特にこう決めてるわけでもないし、誰かと会う予定もなくて、ブラブラしてる時は大体こんな格好しております。このモンクレールね、まあ悪くはないんですけど、すごいやっぱ汚れが目立ちますね。もうこの辺とかクリーニング出して戻ってきたんやけど、もうやっぱりまた汚れ出してるし、僕結構顔にね保湿クリーム塗るんですよ。だからそれによってベタベタになってると思うんですけど、そんなんとか結構汚れがね目立ちやすいっていうのがこの色味でした。まあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけどね。でまあ今回僕ボア系のねこういうジャケットっていうか、こういうダウンとか買ったことなくて、こういうボアがついてるやつなかったんですけど、これ買ってみて分かったけども、やっぱり取り扱い大変ですね。クリーニングを結構頻繁に出さなあかんし、せめてワンシーズン1回は出さなあかんって考えたら、結構なんか神経質に扱ってやなあかんというか、まあ僕あんま気にせずバンバン扱うんですけど、やっぱ汚れがすごい出やすいし、この辺とかもちょっと汚れてきやすいので、クリーニングはねちょっと意識していかなあかんなと思うんですけど、そんな感じになってます。でダウンジャケットに関してはもう一着僕自分で作った裏地が赤なやつをよく着てるんやけど、明日からちょっと僕撮影で北海道行くんですね。でその北海道行くためにダウン6着ブラック、ブルー、ホワイト、カーキ、オレンジ、イエロー全部ダンボールに入れてホテルに送っちゃったんですよ。だから今もうないからダウンはこれだけしかないので、これ着て行って向こうで撮影6着着るって感じなんですけど、北海道旅行もまさにこんな感じでね行くと思いますので、まあモンクレールのいいところは変に重ね着せんでもあったかくなってるので、余計なことせんでいいからロンティー1枚上に着といたら OK っていう感じなんで、そういうところでいいんじゃないかなと思います。やっぱダウンばっかりちょっと飽きてくるので、ダウンじゃなくてもうちょっとこうレザーで行きたいなと思うんですけど、まあレザーももうちょっと大人っぽい感じに行こうと思って、ニットにレザーで、さらにパンツを黒に合うようにグレーパンツっていうのを僕作ったんで、このグレーで流行るとぴったりハマるなと思いますので、ちょっと着替えてみたいなと思います。はい、とまあ次はこんな感じになってますね。ちょっと大人の、イタリアンデートみたいな感じはいかがですか。勝手に命名してみましたけども、まあアクセサリーとかここに別につけてもいいんですけど、あんま僕の顔でアクセサリーつけたらちょっとギラギラするかなと思って、中に一回入れてみました。出してみるとちょっとギャル王みたいになるなと思ったんで、まあ今回はなくしてもいいかなってことで中には入れてみたんですけど、どうですか、黒黒でちょっと素材変えてみてね、ニットのウールっていうかカシミヤの素材にこうレザーやから、同じブラックブラックでもちょっと雰囲気変えて、パンツはもうグレーで細身にスッといってね、かっこいい感じでいくんじゃないかなと思いますので、まあたまにこうダウンとか飽きたとかいう時は、ダウン飽きたけど他ジャケット着て寒いなっていう時なんかはね、まあレザーで完全に風通さないようにして、中にニットとかそういう暖かいのを着ていけばね、なんとかいけるんじゃないかなと思います。まあカジュアルにしたいんだったら高齢中をパーカーにしてしまえば、まあ、パーカーでも全然いいかなと思うんですけど、まあ2月とかって結構難しいじゃないですか、何着るってなった時に結構難しいと思うので、まあ暖かい日はこんなでもいいし、寒い日はまあダウンとかコートにしちゃってもいいかなと思うんですけど、この辺をね着たいなと思ってますが、ただですね、なんと今月僕ロサンゼルス行く
くんですよ。だからロスではこんな格好しなくて、ロスって結構あったかいらしくて、こっちより10度ぐらいあったかいらしいんですね、日本より。って考えた時にロサンゼルスいる時はどんな格好していこうかなっていうのがね、ちょっと候補あって、それこそ今まさに届いたばっかりのパンツがあるんですよ。僕は新作で今作ってるんですけど、そのパンツも一回ちょっと履いてみようかなと思ってますので、一回履いてみます。ほんまね、ブラックで作ってるんですけど、まあ色違いどんな感じができるかなと思って、こういうちょっとカーキっぽい色味を作ってみました。さてさて、どうかなどうかな。あ、いい感じだよ。これはこれでいいですね。例えばキャップとか被って、向こうで LA キャップ買う予定なんですよ。でそんな時なんかはこんな感じでね、 LA のキャップ被ってカジュアルに行くと。イージーパンツで、実はこれ防水にしてるんですよ。まあ、こんなんもまあまあまあありっちゃありですよね。本命は多分黒でしょうね。まあ、黒作った方が多分かっこいいかなと思うんですけど、まあ、この色味はこの色味でこんな感じなんやっていうのを気づきました。ちょっとゆったりめですね。はいはいはい、なるほど、こんな感じなんですね。いつもサンプルでこんな感じで作ってるんですよ。で他一応持っていこうと思ってるのはこういったジャケット系ですね。さすがにレザーまではいらんかなと思ってるから、まあ、レザーはせえへんとしても、まあ、こんな感じのジャケットとか、あとはそれこそカリフォルニアのブランドのシャツジャケットなんかもいいかなと思ってて、まあ、こんな感じで行ってもいいかなと思ってるんですけど、まあ、現地に行ったらね、多分キャップとか買うん でそれ一応メンバーシップの人とかにお土産っていう感じでやってて、多分この動画出てる頃にはもう多分行ってないかもしれない、分からんけど、まあ、これぐらいの格好でね、向こううろうろしようかなと思ってます。まあ、ただ日本におる時はさっき見てもらったような格好がベースとか、またダウンとか全然着ると思うんですけど、そんな感じでね過ごしていこうと思っております。というのがね、以上着たい洋服っていう感じでザーッと紹介させてもらったんですけど、まあ、着たい洋服というか実際問題今着てる洋服っていう感じですね。多分結構差は激しいと思うんですよ。ユニクロもあれば、それこそ20万円のレザーもあったり、モンクレルの25万もあったりするけども、いいものはやっぱいいでユニクロもあるし、あ、やっぱ微妙やなっていうやつはやっぱアウターとかちゃんとしたやつの方が良かったりするしって感じなんで、今回日本バージョンとあとロスバージョンっていうのをね、着たい洋服ということでご紹介させていただきました。また実際現地に行く時には、まあ、時計もつけていくし、あとサングラスとかもつけていったりするので、もうちょっと小物は変わってくると思うんですけど、さすがにねこういうのはね履いていきません。多分こんなん履いていったら足ひっぺがされると思うので、足だけ取られると思いますので、こういうのは履いていかずにもうオンで履いていって、あ、これいい感じですね。こんな感じでね、まあ、オンとか履いていくような感じで、まあ、歩きやすくて、まあ、ずっとこう観光とか、いろいろ回れるようにするんちゃうかなと思いますので、また Vlog も出しますので見ていただければなということで、本日はですね、着たい洋服っていうのをご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。